サンタアニタ競馬場実装。アメリカ遠征シナリオ来る？に対するみんなの反応。やっぱ他国の競馬場を走ってると新鮮だな。サンタアニタ。これはアメリカ実装確定か。はっきり書いてあるやん。サンタアニタパークを作ったということはアメリカのレースはサンタアニタパークでやるんだろうか。それともデルマーなどアメリカの競馬場全部作るつもりか。サンタアニタって牛バテ走路が走ったとこ？メインストーリーで凱旋門賞を書いた後ロンシャンも追加されたし、いずれはサンタアニタをはじめとしたアメリカのレース場を走る日が来るのだろうな。サンタアニタパーク競馬場のモデリング完成してたのか。10月のシナリオがアメリカ遠征編の可能性が？ローテ通りなら次は目標なしのメイクララーク型シナリオのはずなんだよね。仮にその通りでアメリカ編だとしたら、それに合わせた新馬娘も来るかもしれんが。誰だろ？星さん育成馬娘、ラブズオンリーユーピックアップ。アメリカの競馬場いっぱいあるけどもし出すなら、ケンタッキーダービー、プリークネスステークス、ベルモントステークス、それにジュンズルブリーダーズカップとデルマーに絞るんじゃないかな。次に海外レースメインのシナリオ来るとしたらステゴに合わせて香港かなと思ってたけど、アメリカンオークスやるとなるとちょっとわからなくなってきたか？アメリカ遠征シナリオ来るか？アメリカ遠征してーなー。ラークのシステム結構好きだったし。ドリジャがやたらと遠征をしてるからな。フォーエバーヤング実装。まあ4周年シナリオだよね海外多分。今のところ来そうなアメリカ競馬場はサンタアニタパーク競馬場、チャーチルダウンズ競馬場、ピムリコ競馬場、ベルモントパーク競馬場、デルマー競馬場かな。サンタアニタだけでも実装すれば BC も開催できますね。ラブマル来てほしいですね。ラブズはお兄ちゃんも連れてきてください。ダート横切るコースとか、ダートスキルとダート適性はどんな扱いになっちまうんだろうな。芝A ダート A 距離 S 必須ですとか、ダート適用で水たる前蹂躙症とか来たら怖いねー。いやさすがに冗談だけどさ。マルシュロレーヌと牛バテ走路の実装準備が整ってきたな。メインストーリー2部後半はこの2頭を軸にダートだと思うが、トリプルティアラからどう繋げるか楽しみ。次で距離シナリオ1巡するし、その次から海外シナリオ始まったりせんかな。ドリジャで使いやすそうな設定出たし。サウジドバイ BC 行けるダート育成シナリオ待ってるぜ。サンタニアは芝2000にしても2400にしても大手が機能しないから、リーグオブヒーローズならジェンティル無双。このタイミングでチラ見せしたのは再現の慈悲だぞお前ら。メインシナリオ20日だそうです。PV がめちゃ不穏なんですが、タイトル見るに秋華賞までやるみたいですね。クラフトさんいなくなっちゃうみたいな不穏さですね。曇らせは嫌ですよ。原作者出てきてください。ラフレシアの花言葉は夢うつつです。ラフレシアはインドネシア原産の巨大な花で、世界最大の花として知られています。異臭を放つことから死体花とも呼ばれています。で、エピが生まれたってわけ。メインストーリー周辺にちょろっとエビがタクトみたいに出てきたりせんやろな。シーザリオに継承されてる思いのシーンにボリクリ入ってるのいいね。シーザリオ欲しくなっちゃうよー。クラフト、お前、消えるのか？不穏ラストやばいし、アメリカシナリオ来そうだし、エピのフラグも立ってやばい。タイトル的に秋華賞まで行くのか？メサイア全く出なかったが。周辺でそこまで行ったら後編はどこまで行くのやら。後編はデアリングタクトまで行くのは間違いないでしょ。今回エピファネイアのカップリング出したし、一部のラストが振り返るデアリングタクトだったし。前編プロローグ、ラインクラフト育成シナリオ、今回の PV とラインクラフトがお辛いことになるのはほぼ確定事項みたいだな。周辺で秋までやるなら後編でお辛いことがっつり書くことになるのか、それともある程度ぼかして2020JC するのか。何気にラインクラフトのラストランにエアメサイアもデアリングハートもいるんよね。シーザリオのおかげでアメリカンオークスは有名だけど、アメリカンオークスがアメリカのオークスではない、ということはあまり知られていない。アメリカンオークスのアメリカンはスポンサーの航空会社の名前。日本で言えばトースポハイとか NHK マイルカップと意味は全く同じ。
ちなみにアメリカではボバ三冠をトリプルクラウンと呼ぶので、牝馬三冠はトリプルティアラと呼ばれている。観客が 3D モデル?ってこんなにはっきり描写されてるの初かな。軽かった競馬場は重馬場になりにくい。それはなぜか?軽かったから。会長。どうせロンシャンみたいにメインストーリー限定なんだろうな。最初はそうだろうよ。そのうちロンシャンみたいに特殊な育成シナリオで走れるようになるさ、多分。もちろんドバイにサウジに香港なんかも予定あるんですよね。このアメリカンオークス、日本と関わりが深い馬の母たちが参加してたんだよね。エイシンアポロン、イスラボニータ、シンハライトの母たちが。ざっくりとアメリカの主要競馬場をまとめたけど、サンターニタはわかりやすい。左下から二つ目。芝が内、ダートが外なのは日本と逆で面白い。日本にも外がダート、内が芝のコースあるんよね。盛岡競馬場。アメリカは土地だだ余ってる割に、どこもかしこも左小回り平坦トラックコースばかりだから、それこそ盛岡をアメリカ実装って走らせてもトレーナーさんたちは気づかないかもしれんな。ただよりにもよって特徴的なヒルサイドコースがあるサンターニタとなるとごまかしは苦しくなるけども。PV にルドルフいたけど、芝、ダート、芝のコースに何か言いたそう。故障の原因とも言われてるしね。鞍上が異変を感じ、レース回避を進言したが無視された。今年春にコラボした車検も実装してクラウンの育成シナリオを作り直してくれ。会長のラストラン、三塁レーステークスのリベンジマッチに行けるのか。今のところアメリカ遠征してるのは会長、ザパネー、ザリオ、エチーさんの4人か。前から3、4、13Cザリオ、1、12、8、2かしら?4がイスラコジーン、イスラボニータの母。12がシンハリーズ、シンハライトの母。8がシルク&スカーレット、エイシンアポロンの母か。なぜか日本で活躍した馬の母が結構いた2005年アメリカンオークス。アメリカ競馬場の代表としてサンターニタパークが挙げられるのなんでなんだろう。ケンタッキーダービーはチャーチルダウンズなのに。西海岸ダービーやるのがサンターニタだし BC の開催数も上位だからね。個人的にはベルモントがアメリカ代表って感じするけど。サンターニタ作ったってことは遠くないうちに BC シナリオありそうね。BC 参戦経験のある馬娘も期待できるかも。最終目標が BC が多彩に選べそう。BC 参加組だとやはりマルシュロレーヌ、ラブズオンリーユーが来てほしい。まあフォーエバーヤングがいつか絶対来るだろうし、そのためにもアメリカは必要になる。PV で会長出てきたの感動した。会長も最後サンターニタ走ってたから。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。